会長じゃない。サワイヤンチャンネル。やべえ、俺一人で挨拶するのいつぶりだろ、マジ分からんぐらいぶりだね。リアルに1年以上ぶりかもしれない。はい、てことで本日なんですけれども、私一人で、オープニングを撮らさせていただいております。やるのはヤンに、ドッキリを仕掛けていきます。今日なんですけれども、今ね、エディマで、私の、ね、彼女がですね、旅行行っておりまして、ここ3日4日ぐらい不在なんですよ。その時にとあるドッキリを思いつきまして、もし彼女がいない間に、サワが、兄貴が別の知らない女を家に連れ込んでいたら、弟はどんな反応するのか、ドッキリ。これをね、エグいドッキリを今日やっていきたいと思います。で、今回ですね、僕の、過去のね、エリマネともそれを出会ったね、職場の、当時一緒に働いてた方に、来ていただいております。登場してください、お願いします。ボリュームですね。はい、かなり小さいです。今回ですね、非常に、お綺麗です。当時からね、職場でもね、もう絶世の美女と騒がれて、もうね、多分ヤンはパッて見たら最初、エリマネって多分一瞬なんか困惑すると思う。で、よく見たら違う人だっていう感じで、そんなに、いやいやいや、あんな美人さんと比べられたら、まあ、一応設定としては、まあ、今日朝来てもらってるんですけど、設定としては、昨日の夜からそのままちょっと帰らせるのがあれなんで、泊まらせて、まあ、なんかちょっともしかしたらいろいろあったかもしれない、そう、あったかもしれないみたいな、ちょっと重い空気感を漂わせつつ、弟には全てを悟ってもらうという。で、まあ来てちょっと、あ、これは見てはいけないものを見てしまったってなったところで、まあしれっと帰ってもらって、まあ、最後らへんになんか、早くあんた彼女でも作った方がいいよみたいな一言なんか添えていただけたら、なんか多分あいつは、こいつ本当やってるって感じ、本当こいつ終わってるって思うんで、で、僕が、ナイスさんを駅まで送ってる間に、いやなんか、何を喋ってるか、どんな現象を撮ってるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。多分相当焦ると思うんで、本当になんかもう完全にど仕事だから、もう何が起こるか全然わからない。まあなんとかなるでしょ。なんとかなるでしょ。もしやばかったら、あの、俺がフォローするわ。お願いします。はい。じゃあ、なんか、あの、いただいた個人情報的なやつね、ちゃんとメモしてる。ああ、そう。あの、中学校とか今住んでる場所とかもしかしたら問い詰めてくるから、そんな余裕ないと思う。絶対そんな余裕ないから、多分動揺してもうおどおどして、多分もう見てないことにしようって多分思うタイプだから、本当に初対面の、なんか本当に何もわからないので、お互い、そうね、そう、いや、なんなら、あの、俺が一番なんか緊張してる、正直。嫌だもん、こんなドッキリ。正直。でも、これは今しかできないし、まあ、一応、あの、エリマネにもあの許可いただいてるんで、あの、事前にお互いから連絡して、ちょっとこういう企画、ね、あの、やらさせていただくっていう。ってことで、じゃあ、早速いきましょう。多分もうすぐ来るんでね、じゃあ、やっていきますか。しゃ。しゃ。はい。今日あれでしょ、髪切るやつでしょ、うん、そう、これから撮影する。すごい、お邪魔しなきゃいけない。そう、昨日は飲みすぎた。いやー、もんだね。結構痛いでしょ。普通にやばい。ヤンの頭マジで血のみになるかもしれないから、よく使えるから勘弁して。え、カメラだけ。オーケーです。来るよ。誰？
準備したいんだよ、すぐ回ってくる。電車で過ごすパターンだ。俺今日帰ってくるって思ってたから、あ、もう帰ってきたのかなと思って。あ、会長、俺だ。これこうなってたからさ。なんて言ったっけ、会長って誰ですか。俺先輩やん。てか、ワンチャン釣り込んでるじゃなくて、百ちゃんですよ。いや、みんな。まあ、そういうもんだろ。そういうもんですよ。ただ、家でやるな。ホテル行けよ。待って。なんで家でやるんだよ、金あんのになんでわざわざ家でやるんだよ。ただのセフレで草。それで企画取りましょうよ、今日。なんていう企画。エフレが家に来ました。そうです。あり、これドッキリじゃないっすよね。なんていう、そういう、そんな激しめのやつじゃなくて。なんで知らないんだろう、見てた。うん、最後。違う、そう、なんかこんないい家住んでて、なんで彼女いないの？すごいいい家なんだろう、ね、一人だと思われてる、いまだに。ああ、うん。やっぱポーセだな。すごくないですか？チクッタンポンってきたの？いや、ちょっと溢れた方がいいじゃん、逆に。信じられない、普通に。いや、でもやばいね。俺も、いや、まあ。そっか、いや、大胆大胆、すごい大胆。これ、裏にあれって言われたら終わりじゃないですか。手に戻してあげたら、ね、いやさ、戻してあげたよっつってちょっと笑いながらさ、絡んでる。あ、いいよすべてが、なんか 2秒ぐらいフリーズしたけど、まあ、すぐ繋がった。長居しちゃったら、ちょっと家連れにさっき起きたから。そんな感じです。いや、でも、なんか、今日帰ってから絶対言うの。いや、なんで言うんだよ。普通に。お前は何も見てないから。言った俺もやばいよ、それ。まあ、ってことやん、そういうドッキリだよ。もし本当にもしカメラいっぱいある。嘘でしょ。ガチ
もし彼女が、兄貴の彼女がいない間にサオが違う女を家に連れ込んでたら弟はどんなリアクションするのかドッキリでした。やってるわ。いや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 。やってるわ。いや、いや、よかったよかったよかった、マジでマジでよかったわ。ちょっと、いや、連れ戻してくれね。いや、ちょっと、いや、ちょっと待って、俺マジでクソだなって思って、でしょ、本当にゴミだなって思って、終わってるわって思って、とことん終わってるわって思って、もう、本当にもう、もうボロクソ言ってやろうって思ったけど、もうそれ超えてもう何も言いたくないみたいな。呆れやった。マジ呆れ、終わってるってことだ、正直。やっばよかったいや、俺マジよかった、本当によかった、これドッキリで。マジよかった。いや、もうショックだったもん、俺。こんなことあるって思ったもん。だってお前、動揺隠しでここで見つかったわけじゃないっすもん、お前。いや、そう、いや、ショックじゃん。そう、いや、よかったマジで。するわけない。よかったするわけない。いや、大胆すぎだろって思ったよくやってるよって思ったしかも家で。体調とか言うな。てか、あの絵もね、俺ちゃんと伏せてる。いや、あの、リアルだけど、めっちゃ大胆だなって、それも。だって、さ、言いましたよね、俺。ちょっと連れてきてよ、渚さん。連れてくるよ、下で待ってるから。誰だよ、マジで。いや、しかもなんかね、ま、綺麗だからさ、なんかリアルだ、リアルでしょ。かなりリアル。だって、本当にないよね。本当にない。こんなこと言ってる。今日の朝9時半に来ました。あ、そうなんだ。はい。演技リアルだしたね。演技リアルでしょ。長居しちゃったとか言って。最後、最後、あの、彼女作った方がいいよ、そうそうそう。いやいや、それ言いましたよね。やばいだろ、と思って。なんで、なんで知らないのって。呼んでくるわ。えぐ。うわ、よかった、マジで。あと、カナップも良くないわ。ちなみに、襟前のもちゃんと、あの、通してます。ね、そりゃそうでしょ。通してないとやばいでしょ、俺。焦った。焦りますよ。だって、一途だからさ。そんなことするわけないって俺は思ってたから。え、一瞬、冗談でドッキリじゃないっすよねとは言ったけど、詐欺師だろ、二人。もう、いや、違うみたいな、ガチみたいな。だからショックだった、その、一途ってこと知ってるから、俺、終わったと思ったもん、この感覚、もう、エリマネとさ、終了のお知らせだ、もう撮影できる状態じゃなかった。精神状態。ショックだもん。しかもなんか、いろいろなんか、お酒のさ、瓶とか置いてあるじゃん、結構。うん、で、あの、グラスとかめっちゃ置いてあるから、キッチンに。昨日俺が飲んだ、あれは。なんだ、これ水も置いてあるあたり、なんかちょっとあの、朝二人飲んでる感じがして。うん、俺さ、普段さ、俺がさ、全部仕掛けてるところにさ、カメラ置いてあって気づかないよって、やっぱ、ドツキリって引っかかるんですね。かかるんだよ、やっぱ。渚さん、いや、渚さん、それはやばいっすよ。やばいっすよ、マジで。お待たせしました。リアルだよ、もう役者じゃん。いや、ね、役者なんだよ。いや、マジ今だったもん。いや、マジリアル。リアルだったよね。初対面なんか大変失礼いたしました。いや、全然もうやられましたよ。やっば。あ、バイト先、あ、でした。よろしくお願いします。中学校の先輩で、いや、まあ、いやこんな綺麗な人いたっけ、いたっけ、ね、でも知らない、かぶってないもんね、中学校。知らないから、いたんだって思ってる。皆さん、映って大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、マスクしてたの？あ、いや、してて大丈夫。あ、撮ってもいいし、一回。撮ったら撮ったで、あのコメント欄でも、あの、なぎささん、バカ綺麗で臭いんだ。え、じゃあ、顔どうします？出していいですか？3秒出していいってことで、じゃあ出していいってことで、はい、ということで今回は、エリマネと、まあ、俺の職場である、先輩である、渚さんの協力のもと、ヤンにドッキリを仕掛けさせていただきました。本当に大丈夫だね、何もないよね。ガチで大丈夫。念のためね、視聴者の声を代表して、もうなんならあのエリマネとの LINE のやり取りを見せれば。あー、OKOK。私からもちゃんと連絡取って、全部取ってるんですよ。いや、そう、当たり前だよ。いや、そうだよ。しかもさ、昨日さ、なんかインスタのストーリーでさ、あのサワヤンのインスタでさ、見てるね、やっとなんか明日エリマネ帰ってくるわとか、何回かなんか寂しいみたいなこと言ってたっけよ。そうです。あの真っ黒のなんかメンヘラのストーリーみたいな感じでさ、やってるから。メンヘラストーリーね。気持ち悪いって思ってさ、そのまま今日朝来たら全然違う女連れ込んでるわけよ。クソやんって思って。クソの極み。いや、ゴミじゃんって思って。ゴミ。うわ、
本当に最低なやつだなと思って、俺の兄貴、うわこういう手口で浮気してんなと思って、うちの兄貴大胆すぎだろ。いや超反、もう反面教師すぎだろ。いや良くないですよ皆さん、本当に浮気良くない、本当に良くない、絶対やっちゃうから。一途なね、これドッキリとはいえ俺もすげえ胸くそ悪かったし、全員胸くそ悪くて空気最悪だったよ。最悪だよ、本当に最悪だよ。いや怒ってるんだ、怒ってるんでしょうね、こういうことは。でも本当にやめた方がいい、これは本当にもうこれは教育動画ですよ、ね、なんかドッキリって早く言いたかったもん俺が。いやいや俺が苦しかったもん、なんかもうもはやってことで、皆さん本当高評価レート上げてください。これはちょっとやられたわ、グッドボタンよろしく。これからもサワとエリマで頑張るって言ったわけね、高評価ボタン全力で応援してる側なんで、はい、はい、本当にはい、ってことで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。ブワー Thank you.